船酔いの妙薬。昔、内灘は黒津船の小浜神社に斎藤正親という神主がありました。ある晩、屋敷のそばにある設置に入っていきましたところが、誰かの冷たいひやりとさせるような気持ちの悪い手が自分の肩を撫でるので、ひょいと捕まえてみますと、大きいとも大きい亀でしたから、こんちくしょうめ、お前の来るところじゃないぞ、こうしてくれると、その大亀を大きな木の梅でもって叩き潰そうとしました。すると大亀は、私は河北方の守護神です、もし許してくださるなら黒津船の方々だけはもう害を加えません、ですから助けてくださいと泣き面で頼むので、神主は、そんならお前の願い通り命だけは助けてやる、しかしお前を逃がしてはおけんぞと言いますと、大亀は、頼むから見逃してほしい、その代わり船酔いの妙薬を教えてあげましょうと言って、珍しい秘伝を授けてくれました。神主はこの秘伝を豪商大事にしておりましたが、後に自分の娘が松葉間のお寺へ嫁に行くとき、これも一緒につけてやりました。松浜のお寺では船酔いの妙薬を作る術をずっと後々までも伝えたと言われますが、今はどうなっていますことやら。河北郡氏。